はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今週のデスティンやっていきたいと思います。今週はねめちゃくちゃ暑い、週末になっています。オシリスの試練、2週目ですね。とうとうアノマリーが来ました。アノマリーやばい。僕の個人的な感想なんですけど、いやめっちゃむずいっすね。スナイパー使ってるし、まあ低感度のね、プレイヤーとしてはかなり辛い内容になってましたけれども、なんとかね、ライトハウス行くことができました。同じメンバーで行くことができました。対戦に当たった方、ありがとうございました。で、今日はね、ちょっとオシリスの話は最後の方でしていこうと思うんですけども、それよりね、まずは最初に今週のバンジーの話とかしていきたいと思います。今週のバンジーね、内容としてはまあ、フォースマンですね。フォースホースマン、これね、解除されましたね。エキゾクエストゲットした人、完了した人いるかと思いますが、これね、やり方、もう一本動画ね、以前出してるんで、そちらを見てみてください。かなり面白い武器になっています。次に話しているのはこちらのね、ツイッチエクステンションですね。僕、ツイッチあんま詳しくないんですけども、どうやら、バンジーがね、このデスニー専用のエクステンションみたいなのを追加して、こうやってこれ、ツイッチの配信で左側でね、配信者の装備とか、オシリスの試練の証の進捗とか見れるらしいんですよね。これはもし、面白そうで試してみたいんだけど、日本ではツイッチあんまり流行ってないんですよね。だから、もし、まあ、500いいね行ったら、まあ、月曜、火曜、もしくは来週試してみたいなと思います。ただ実験的な感じでね。僕、ツイッチ全く配信してないんで、試しにやってみたいと思います。なかなか面白い機能だよね。まあ、YouTube にもぜひ取り入れてほしいんですけどね。まあ、難しいのかな。はい、そして、ライトメーカー、ライトブレーカー。これね、2つのね、エンブレムありますね。前回紹介した。これとこれ。上のやつと下のやつ。上のやつをつけた状態で、こいつをつけた状態で、初めてライトハウスに行ったことがない人を連れていくと、なんかのステータスが、なんかのスタッツかなが追加されるらしいです。ここでトラッキングできる数値が追加されるらしい。で、こっちはライトブレーカーっつって、さっきのライトメーカーね、こちらライトブレーカーって言って、これをつけた状態で7連をし続けるのかな。証を持った状態でずっと勝ち続けると、またここで、違うステータスがアップデートされると。注意点としては、エンブレムをつけた状態じゃないとカウントされませんよってことね。誰かを初めてのね、試練のライトハウスに、まあ、キャリーしていくっていう時にはこれをつけなきゃいけない。これつけないとカウントされませんと。で、ライトブレーカーはライトブレーカーで7連した後に、これをつけた状態で、連勝していけば、こっちの統計値が、数値が変わっていくみたいな感じですね。はい。まあ、特に、それが、まあ、なんだっていう話でもあるんだけど、おそらく、まあ、なんか、数字が出てくるから、まあ、それで楽しんでみてっていう話だと思います。スメルティングアイロン、鉄の匂いっていう意味ですかね。アイアンバラが帰ってきます。こちらのね、子供の日の兜。いや、日本風なんだけど、なんか、絶対外国人の方が日本の侍ってこんな感じなんだろうなイメージみたいな感じでデザインしたやつなんですけども、こちらのね、アーマーセットが返ってくるみたいですね。これは来週のリセットからなんですけども、今回はこちらのスメルティングライトですね、光の匂いっていうクエストがあって、それを完了することによってこの鹿の角っていうね、弓がゲットできます。で、鹿の角のステータスちょっと見ていきましょうか。こちら。精密フレームになってるんだね。で、ボーパル武器がつく、レジェンダリー武器になってます。で、ステータスはこんな感じ。ボーパル武器と台風の目、邪魔なし、アーチャーの鼓動、自然な矢羽、男性の弦かな。で、精密フレームと。まあ、ここで使うとしたら、ボーパル武器と、邪魔なしってさ、あんまり弓って、ガン見しないからこっちじゃない。アーチャーの鼓動かな？これとこれをセットする感じだと思います。まあ、ボーパル武器がついている弓っていうのも面白いですね。そんな感じ。で、見た目はこんな感じですね。なかなか、アイアンバラーって感じですね。で、ちなみにですね、もう一つ、来週のリセットで増えるのがこちら。これカレンダーなんですけども、失われたセクターの月が来ますね。25日から開始します。PBE では視点紙の残号月が来て、PVP ではアイアンバナーが来るって感じですかね。はい。で、次に話していきたいのが、エキゾチックマシンガンのリークですね。今、ちょっと見た目がね、わかりました。もう一個だけね、このシーズンどうやらエキゾチックがあるみたいで、まだ知りたくない方は、ブローズバックしてください。それがこちら、3、2、1、ドン！はい。なかなかね、面白い見た目のマシンガンですね。トレーラーで一瞬出たんだけど、こんな感じですね。で、オーナメントがついた状態、装飾がついた状態だと、こんな感じ。はい。この武器のね、名前が、エアーアペアレントっていう意味みたいですね。で、そちらのパークが、ヘビースラッグスローワー。完全にスピンアップしないと、この武器は発射できない。だから、ウィーってなってからしか
発射できないんですね。ちょっと特殊ですね。で、アーマーオブザコロッサスっていう、これがすごいですね。これが体力満タンの状態でこの武器を、回し始めるとアークシールドで、守ってくれるっていうやつですね。これが面白いですね。だからシールド付きマシンガンみたいな感じでしょうか。あとはコンバットグリップですね。これはリコイルのね、方向がまっすぐ真上になるよっていう話ですね。で、ステータスとしては、まあ、900rpm のマシンガン、インパクト39、レンジ64、スタビリティ57って感じ、マガジン115、多いですね。ちなみにこちらのエアーアペアレントの意味は、法廷相続人っていう意味らしいですね。めちゃくちゃ面白いよね。はい、法廷相続人。どういった翻訳になるのかも楽しみでございます。はい、それでは、最後にオシリスの試練のお話をしていきたいと思います。はい、こちらね、アノマリーのコールアウトマップなんですけども、ネットで調べたやつなんだけど、D1 のやつかな、これは。D2 のではないけども、だいたい形は同じですね。今回ね、やっぱアノマリー本当に難しいマップで、特に D2 から始めた人ですね、デスニー2から始めた人にとってはかなり、苦戦する内容になっています。なぜならこのマップね、丸いんですね。うん、すごい複雑。真ん中も通れるし、で、通路はこう、内周と外周があって、で、いろんなところが繋がってね、ここ繋がってて、ここ繋がってて、ここ繋がっててって感じなんだけど、このケーブって言ってるところ、ここの下も繋がってんだよね。結構複雑ですね。基本的にね、ほんと戦うのはここら辺がメインかな。いやー、僕の個人の感想としてはすごい大変でした。本当に先週の灼熱より難しかったですね。いや、もう狭いマップマジで苦手なんで、しんどかったです。でもなんとか、同じメンバーでライトハウスに行くことができました。で、今回ですね、まあ、プレイ方法っていうか、その、勝つためのコツなんていうのは、まあ、前回ね、オシリスの動画出したんで、そちらをぜひご参考ください。で、今回話していきたいのは、やっぱりね、武器防具の話ですね。今回の報酬は、3勝でこちらの星の境界線というショットガンがもらえます。これすごい強いんですよね。何が素晴らしいのかっていうと、要はマインドベンダーと同じ毎分発射数威力帯なんですね。キネティックのマインドベンダーみたいな感じで、しかも掘りやすいんです。なぜ掘りやすいか。これは3勝の報酬なんですね。まあ3勝した後の報酬なんで、だからもしね、2キャラ以上持っている方だったら、例えばまあ、ライトハウス行ったとしても、2キャラ目で3勝までで留めといて、で、他のキャラで印を稼いで、掘ることによって、先週稼いだ報酬プラス、こちらの星の境界線になるんで、すごい掘りやすいんですね。まだオシリスの試練さえやってないキャラがいるなら、本当に今週のこの星の境界線だから参照した状態で止めて、で、印を稼ぎまくったらこれが掘れますんで、かなりおすすめできます。で、この星の境界線のちょっとパーク見ていきましょう。今シーズンのね、ショットガンのね、射程、ちょっとよくまだ分かってないんで、あれなんですけども、まあ、いいロールとしては、やっぱりオープニングショット、クイックドローかスライドショット、で、アサルトマガジンか、軽量マガジンか、高精度弾。プラス、フルチョークって感じかと思われます。だからね、本当にいわゆる、マインドベイナーのキネ版だと思って掘れるんで、かなりね、これ有効ですね。受け継がれとかと持つとかなり使いやすいと思います。今週のオシリスは、3勝でもいいんで、ぜひやってみてください。はい、次。はい、これ、5章の報酬で召喚士というオートライフルなんですけども、これもすごく使いやすいです。ステータスとしては、600体のね、順応フレームなんですけども、今回強化されてますね。で、パークの方を見ていくと、まあ、いろいろありますね。レンジファインダーとか、全モーメントとか、あと、超飛弾。で、まあ、おすすめはこっちかな。搭載型補正器か、矢の抑制とか、ここら辺がいいと思います。まあ、これはね、PC とか CS 機で全然違うんで、そこら辺変えてみてください。はい、こちら僕の画面なんですけど、今回の7連の報酬は、こちらの追放者のグリップですね。こちらね、前回ね、先週のオシリスの試練のライトハウスの報酬だったんですけど、今回は、7勝するだけでゲットできますんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。だから先週逃したからってね、防具はね、ゲットできるんで、かなりね、良心的ですね。シェーダーつけちゃってるんで、元はこんな感じの見た目ですね。まあ、なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。はい。ライトハウスの報酬が銅です。銅もこれちょっと、シェーダーつけちゃってるんですけども、元の見た目はこんな感じですね。はい。なかなかね、かっこいいかと思われます。で、自分が、ゲットした今回のこの星の境界線はこちら。この機敏がね、どれだけ、効果あるのかちょっとわからないんだけどね。標的補足の向上、ハンドリングリロード速度の上昇、攻撃を受けた時のひるみ軽減。ちょっとね、これゲットするんだったらオープニングショットの方がいいのかなとか思うんだけど。
で、クイックドロー、高精度弾、螺旋光バレルなんですけども、で、射程マスターワーク。ここはやっぱスライドショットがいいかなっていうところはあります。はい。ぜひ VP わかる人、これでいいのかな、もしくは掘った方がいいのか教えてください。まあ、オープニングショット、スライドショット欲しいかな。この召喚士に関しても、レンジファインダーがつきました。ここをちょっと全モーメントにして、ここ超飛弾欲しいですね。ここは高くライフィングで全然いいんだけどね。あと矢の抑制とかも欲しいですかね。で、マスターワークに関してはできるだけ射程か安定性がいいかなとか思ってます。まあ安定性がいいかな。射程はまああるから安定性でいいかなとか思ってますけれども、ぜひ皆さんのご意見もお聞かせください。はい。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。皆さんね、今週のデスニー何をやっていましたでしょうか。もし面白いこととか、面白い情報とかあったらぜひコメント欄の方で教えてください。それではまたタワーでお会いしましょう。じゃあね。